久保さん確かにハリー・ポッターの書いた人すごいですよねあの人もなんか貧乏だったっていうかあの何もなかったというかあの手持ちのカードを使ったっていうね手持ちのペンを使ったっていう <laughs> あ手持ちのカード大事ですねそうペン一つでね年収年収なんかいくらでしたらすげえすごいですよねハリー・ポッター 年収年収105億円っすかね年収年収105億にしましょうかはいはいすごいっすね年収105億っていう年収105億ってすごいっすよね年収ですからね税金払っての105億だからえぐいっすよね まあ今資産が1000億以上あるらしいですけどね。このハリーポッタハリー、すごいな。うん。年収105億らしいです。タイトル年収105億にしましょうか。まあでもその年収105億を生み出したきっかけは何かっていうとペンですね。手持ちのカード。<laughs> 今、ないものはないけども、今あるものはあるので、そのあるものを使えばいいと。 で、それを使いまくったその先にないものも手に入るかもしれないですね。いってらっしゃい。